皆様、こんばんは。今日は2021年6月12日土曜日です。今日のテーマは3つありますが、1つ、中国の中年、失業者の涙。中年になってきて失業しました。大変です。たすきを求めていますが、厳しいです。北京、上海、広州、深圳は涙を信じない。つまり、現実的な社会ですよという意味です。2 先月、マラソン大会、21名の参加者、選手が死亡しました。県の初期はビルから飛び降りました。3、G7 サミットと韓国について、また、習近平、韓国、日本の訪問について話をしたいと思います。 中年の男性ですが、上海の市長に対して呼びかけています。助けを求めています。内容を少しだけですが、訳しました。皆様に、えー、紹介したいと思います。これが中国の今の現状です。尊敬する市長。私は、現在、私のように、高学歴を持つ、年を取っている男性、失業者になった人はいっぱいいてます。私は、博士。 有名な大学から卒業しました。上海の出身です。外資系の企業で20年間勤めてきました。管理職まで行きました。英語はペラペラで、業務の能力はあります。でも、2018年、解雇されました。就職活動をしましたが、なかなかありません。一番の原因としては、多分ですが、私は48歳だからです。 多くの企業は原則として歳を取っている人を雇わないんです。創業しましたが失敗に終わりました。妻も同じ状態です。数年前、国家のスローガンに応じて我々は二人目の子供を作りました。現在、二人の息子を育てています。一人は高校に入ったところです。一人は幼稚園です。同時に我々の定年の年齢ですね。 伸ばされました。60歳から65歳、定年になりました。そうすると、私のような人間は、これから15年、20年間、働かなくてはいけません。現実的に言いますと、上海に私のような40代、50代の人間に、高学歴を持つ失業者はとても多いです。私の友達、仕事の仲間も同じです。 この2、3年はネットで仕事を探しています。いろんなサイトがあります。でも仕事はないんです。みんな能力ありますが、力を果たしたいです。でも使う場所がないんです。同時に上にはお年寄りの親がいています。下には子供がいています。これが私の責任です。 この2、3年、政府から失業、補助金をもらってはいます。少しだけです。そして、以前の仕事はコンサル担当していたので、少しの収入はまだあります。そして、どんどん減ってきた貯蓄で、なんとか生活を維持している状態です。でも、いつかは貯蓄はなくなってくる。忙しくなりたいです。でも、忙しくなることがないんです。 これ、これからの道はとても長いです。政府にお願いしたい。職業紹介状、またネットでの求人、募集は年齢の制限をなくしてほしいです。我々には学歴はあります。能力もあります。経験も持っています。我々は社会に貢献できると信じています。これから10年、20年先も働きたいです。でも、 社会に捨てられているというふうに感じています。この数年、1000万人近くの新卒大学生が社会でに出て,てきて仕事を探しています。でも、我々と同じ仕事、業種ではないんです。衝突はしないと思います。政府にお願いします。企業とエリートの失業者の架け橋になってほしいです。我々は知識、 と経験を社会に貢献することを願っていますとまずこの方ですがとても誠実な方だ と私は思います政府を褒めるではなくて立てながら提案をしています。これを見て心があの私はとてもまだ複雑になってきましたが昨日も言いましたけれども中年の危機と言いますが中年の方は失業されると本当に大変なんです。この方は自分の不満とか貧困になったのか。 住宅ローンの返済大丈夫なのか生活は本当に大丈夫なのか親の面倒は大丈夫なのか介護問題ありませんかといった問題は、えー、文句ですが言ってはいません。あの、冷静で思っていることを書かれているというふうに思います。きっとたくさんの涙流すような辛いことはあると思います。ただ言わないだけだと私は思います。 このような方ですが、この方は48歳ですが、このような方は実に静かなんです。外国への旅行というのは、やはり若い子が多いんですね。中年の方は意外に行かないんですよ。なぜなら、このような方ですが、社会、あるいはこの企業で、やはりとても忙しいんですね、根幹と言いますが、忙しいからだと思います。 まだ中年の方はあの社会の根幹とも言いますが社会を引っ張るパワーを持っているという意味です。まだ消費する力もあります。そして知識も経験も持っています。でも中国では中年の方は捨てられているというふうに言います。例えばですが2019年からファーウェイは発表しました。連続勤務。 10年間以上の方を解雇すると、ファーウィーに就職するのを夢にしている学生はとても多いんですよ。でも、これがファーウィーなんです。2020年、テンセント継続勤務年数の長い方から切っていくと動きました。例えば、参投書のハ,ハイあルとか、ハイセンスとか、もっとひどいんですよ。単身赴に要求されたり、行かないと、 警備員になってもらうとか、このような中年の男性をクビにする原因は何でしょうかさっきの上海の中年の男性と言いましたが自分は2018年解雇されましたとこれは2018年からでしたがたくさんの中年の方は解雇というより淘汰されました。 原因は一つだけなんです。中国の経済の高度成長期はもう終わったからなんですよ。2018年からは。経済が高度成長、発展は終わったと企業の速い高度、速いスピードの発展を終了と同じ時期ではありました。 企業は高度の成長が終わると先に考えるのは給料の高い中年そして真ん中よりやや高い管理層の方から切っていくこのような方はやはり人件費が高いからなんです企業は高度の成長ができなくてこのチームの人数も減らしたいんです でも、人数を減らす前に、給料の高い方から解雇した方がいいんです。現在、中国の失業率っていうのは、5月5.3%でした。去年、中国の4月、失業率20%ぐらいでしょうと、専門家は言いましたが、でも私は30%ぐらいでしょうと思います。 去年の4月というのは全国の閉鎖でした外出も禁止でした全国ですが製造業は停止サービス業への影響というのは特に個人的な経営者は大変ショックを受けていました例えばショッピングモールの中に入っている飲食店も大変でした家賃の免除もありませんでした当時7000万人の失業者はいているでしょうと推測できましたが 一年後、今年ですが、中国の経済は復興してきました。思ったよりも回復したのが事実です。原因というのは、外国の需要が増えました。中国の輸出が増えました。不動産の売買、投資というのは思ったより回復してきたんです。国内の投資、東海外の需要で、中国の経済は思ったより復興しました。でも 社会、全体的にショックを受けているので、失業者はやはり多いです。内部の需要が弱いですので、サービス業の復興はできていません。サービス業が復興できないと、失業率の改善は難しいと思います。現在、失業率というのは10%以上でしょうと思います。そして、よくても10%以上ですよという意味です。 まだ、高等成長期は終わりました。企業、大手企業であっても、給料の高い中年の方から切りたいです。40歳、48歳を超えると、仕事を探すのはとても難しいです。45歳を超えてしまうと、かなり仕事の量が少ないんです。もうほぼないんです。2018年から就職活動をするとか、 この方は2年3年も仕事を探してきて見つからないということで自信がなくなってくるというふうに思いますがまた中国ではこの IT で仕事をつまりネットであの仕事を探しますがネットでの審査仕事を仲介する企業はありますでそこでの審査っていうのはランクがありますので かなり厳しく審査されていますので、自分が、市が45歳で入力してしまうと、 金魚の方に案内もしてくれないんですよ。中国での差別っていうのは本当にひどいですので、例えば、たくさんの会社ですが、女性をなかなか受け入れたくないんです。なぜなら、もし受け入れるならですね、あの、例えば3年以内、結婚しないのを条件にする。5年以内、妊娠しないのを条件にするとか、これは契約するんですよ。中国の場合ですが。でも、このような契約というのは違法なんです。違法であって でもやりますこれが、まあ、そうしないとあの雇いませんっていう意味ですのでやはり女性の方が結婚したりとか入社してすぐ結婚とか出産すると会社に迷惑をかけるっていうかけ、えー、られているっていう経営者の方はそういうふうに思っています。 これは非常に厳しい状態ではありますが、そして中国ではまあ共働きというのが当たり前というか、普通の話なんですね。中年の男性といいますが、笑顔を売る。 年齢と言いますけれどもつまり、周りの顔を気にしながら慎重に仕事をする。そして、会社の上の人に認めてもらうために笑顔を出す。そして、認めてくれないといけないので、努力をしないといけませんと。つまり、自分の笑顔を売る年齢ではあります。自分の息子とか娘の前で、やはりお父さんらしく確保すると。そして、子供の先生、 のような存在でもありますので、かっこよくすると。自分の奥様に対しても気にすることですね。特に会社の上司に対して笑顔で任された仕事を完璧にすると。まあ、これは笑顔を売るという年齢ではありますが、中年になって失業すると大変です。自動車ローンとか住宅ローンとか、 家庭を持っていますし、子供もいています。上にも親がいます。そして今まで結婚するために、子供を作るためにずっと努力してきました。この会社で一番努力をしている環境を、働く環境を良くしようとする人間ですが、ずっと暇っていうのは時期がなくて、 ずっと動いている、やることがあるっていう人ですが、大体中年の方になってきます。やはり経験を持っていますし、経験を持っていても黙々と動く。そして文句もあまり言わないんです。人脈は実に持っています。でも、人脈は持っているから強いではないんです。周りを警戒するという意味ではあります。家庭も厳しいですね。中年の男を必要としている まあやっぱりこの家の世帯の大黒柱といいますが一つの世帯を支えるという意味ではありますでもこのような男性男ですがもう本当に辛いですね失業してしまうとすぐに必要とされなくなってしまうんですねそして自分のプライドもそうですし周りの目も気にするようになってきますでも家計のことを一番気になると思いますやはり。 出費が多いと思いますので、中まあ、失業した中年の男の涙には価値がないと、これは中国のことわざでもありますので、北京、上海、広州、深セには涙を信じないということわざがありますので、そして自分が失業者になっても、妻には言わないと、親にはないし子供の前で強,い強くして、かっこよくすると。 やはり泣きたいならですね、もう静かなところで一人で泣きなさいというふうに言われてあります。本当に、えー、厳しい社会ではありますが。えー、次ですがあ、この会社ですが、この企業では例えばですが、今経済が落ちてきています。会社が良くしようとします。でもなかなか難しいです。そうすると、例えばですが、会社の売り上げを 10%を上げようと去年より一昨年より10%を上げようとしますがしようとしますかなり難しいんですよすごい努力をしないとできないんですでもこのような景気が悪くなってきて企業としては先にやっていいというか簡単にできることは出費を抑えることですねそうするとあの売上げは上げるというより出費を抑えた方がいいんです 出費を抑えるというのは、中にはやはり給料の高い方が出てきます。普通の新入社員の方は給料は安いですので、やはり10年、20年勤務されている方の方が給料は高いんです。そうすると、この方をクビにした方が会社にとってはいいんですね。こののよううな中国の経営者というか 多いんですね。これは日本と違いますがドイツも違いますが中国というのは物を製造する、まあ、主に組み立てるだけでしたらいいんですがまた単純な労働というのはいいんですが高度の技術を持っている例えばそういった車関係であったりチップ関係であったりとか非常に厳しいですので。 かなりの経験がないとできないと思います。なので、技術者、経験を持っている方は、えー、先進国では給料は高くなっていくというのは、私は理解できます。でも、中国の場合ですと、主に商社とか、主にそういった、えー、商事とか、なってきますので、あの製造業だと言っても、そんなに技術の入っている製造業でもありませんので、そうすると、やはり、 年齢級というか高くなっていくだけですので非常に良くない,い,いですね。会社に沿っては良くないです。自分がどんどんどん,どん不利になってくるという意味ではありますが次ですが、この4 5月24日でしたが100キロマラソン21名の選手が死亡しました。これは動画で見たことはありますが。 当時はですね、有名な選手もいました。えー、なぜなら、この100キロのマラソンを先に走っていれば、先に死んでしまうんですね。やはり、先の方が天気が急に変わってきてですね、急にもう、ひも降ってきて、寒くなってきて、そして雨もすごい降ってきて、もう、この道ですね、 もう砂利道じゃなくて、コンクリートでもないですし、もう本当に泥だらけになってくるので、滑りやすくて、山の上で走るという意味ですので、なかなか進むことはできないんです、そして先に走っているということで、強い選手ですので、後ろに戻すにも力がなくなってきます、もう通報しようとしても、電波がないんです。 そして、やっと通報できたとしても、救急隊員が行くことはできません。なぜなら、車がこのような場所には入っていけないと。なので、もう約1日半後、えー、救助され、救助されましたが、でも、あの救助されたので言っても,もう、もう死亡者が出ました。この大会を開催した中国の携帯艦。 金の初期、李総リですが、李初期ですが、ホテルのビルから飛び降りて自殺をしました。57歳でした。6月9日、中央政府の調査チームがこの初期を呼び出してお茶を飲みました。お茶を飲みっていうのは聞き取り調査です。これはかなり厳しい聞き取り調査なんですよ。 つまり大体ですが、お茶を飲む,、まあ、飲むということで聞き取り調査すると,となってくると、大体もう首、会場、まあ、もう普通の一般市民に戻るという意味ですので、そして一般市民に戻るというのは、 かなり初期にとっては元官僚が一般市民に戻ってしまうとたくさん今まで悪いことをやってきたと思いますのでやってきたが絶対バレてしまうとかそして復讐の人間はいっぱい出てくると思いますのでなので普通の国民一般市民よりもひどい生活になってくるんですよなので大体ですがもう自殺を選んでしまう人が多いんです 6月9日、中央のチーム、中央政府の調査チームですが、この書記を呼び出して、その後、えー、飛び降りました。昨日、官縮所の政府が記者,会記者会見を開きました。マラソンの責任について、調査の結果を発表されました。村の経済を振興させる。このようなマラソン大会を作りました。国民の健康のためです。携帯権の 観光地で行われていました。100キロマラソンの途中、急に天気が変わりました。風と雨、氷気温も急に下がりました。天気が悪くなって、21名の選手が亡くなりました。8名負傷しました。事故として認定しました。主な原因は天気です。取材者の化石に、100キロマラソン大会、準 十分な準備をしてみませんでした。していなかったんです。安全な場所で休息場、休憩室、休憩場、また医療体、医療チームなどを設置していなかったんです。天気の警告は受けたにもかかわらず、中止、大会の中止はしなかったんです。通信の状態は悪かった。通信の状態が悪くて、緊急通報はできませんでしたと。つまり、準備不足です。 天気の原因は一番です。官宿の文化、運動、振興、会社の責任者に責任を追求する。これはですね、お金を追求するよという意味です。他に中力者の企業ですが、大会の開催を協力していたので、同じく責任を追求する。そして、白銀氏と言いますが、白銀氏のこの、えー、携帯券となりますが、ここで この県でマラソン、100キロマラソンを行われていました。白銀氏の副書記、行政処分。行政処分というのは、もうほぼ警告するという意味ではありますので、そして行政警告と言います。そして白銀氏の副書記、県市長。 業績の処分。業績を処分するというのは今までの業績はゼロにしますよという意味ではあります。そんなほど重いものではないんです。白銀氏の副市長警告つまり気をつけろよぐらいです。白銀氏の携帯件の初期は主な責任者にします。でも亡くなりましたので責任の追及はしませんというふうに言われました。県の長はクビですと。 評価しますが、官縮省の偉いさんたちは皆無傷です。つまり責任は一切ないんです。これが中国の官僚の文化でもありますが、省の偉い人は自分の部下ではありますが、例えば市、県、村の官僚を評価をしたりとか、問題があると、上司が、この省の上司が処理をする。 で、これは昔の皇帝の時代も同じですが、えらい官僚は犯罪をしても免除されます。責任は問われることはありません。これが法律なんです。でも中部では法律ではないんですが、暗黙のルールです。みんなしていますが。次ですが、G7 サミット、イギリスで開催されました。韓国の文大統領はイギリスに行きました。G7 サミットに出席されました G7 サミットを終わって、ムン大統領はハンガリーとスペインに訪問に行く予定されています。G7 サミットでムン大統領は3回の特別会議に参加されます。なぜなら、韓国、インド、オーストラリアというのは G7 の一員ではありません。今回は要請されて、 三カ国はこの三カ国ですが参加しました。G7 の会議というのはそのまま開催されます。でも特別会議を設けられていますので、その時この三カ国は参加されます。ムン大統領はこの間、イギリス、EU、オーストラリア、 1>, 1対1の会談をする予定です。その後、13日から15日、スペインとハンガリーへ移動されて、訪問に行くと言っています。現在みんな注目、私も注目していましたが、当然注目し、今も注目してきています。菅総理は文大統領との会談はあるでしょうか ?1 対1の会談ですが、これはあるでしょうか 多分難しいと思います。昨日の動画で言いましたが。でも、もっと注目してほしいんですが、韓国はこの G7 での存在,存在感あるでしょうかまだ韓国は西洋諸国に認められるでしょうかこれが非常に大事な問題なんですよ。 G7 サミットを開催される前に中国の外務長官大きいですが韓国に対してずっと笑顔で電話をしていたんです。韓国の外務長官と電話をしましてやはり外務長官同士で電話をしました。何を話したのかこれを発表しないといけません。中国は発表されました。とても 仲良く楽しく会話できました。韓国は一つの中国を守りますと言ってくれましたと。台湾は中国のものですとはっきりと言ってくれました。これは中国が報道しています。でもですね、韓国が発表された内容とは全く違います。韓国ではこのような内容は一切書かれてありません。その台湾についての問題、 話っていうのはなかったんです。私は思いますが、きっと大きいは電話をしました。この中で台湾について少し話題を出しました。でもそんなに話はされていません。やはりこの間、韓国とバイデン大統領は共同声明出されています。台湾の、えー、安全。 また台湾海峡の安全、大事ですよと注目しますよというふうに言っていますので、これはもし中国のように韓国はまあ裏切ってしまうというのはないとは思いますけれども、中国の場合はこのような情報を報道する。でも韓国はこれは認めていないという意味ではあります。中国はよくやるんですよ。で、外国と会談をします。 外国の方は言っていないこと、中共が報道します。報道して外国のメディアが積極的にこの中国が報道した内容を引用されます。そして、自分の国で報道されるという意味ですが、そしてその国の国民ですが、みんな自分の政府に対して、あれおかしいではないのかと言ってしまうんですね。なので警戒してほしいと思います。ここでは問題ありますが、 習近平の韓国への訪問はどうなるでしょうかこれが今年の1月、2月、もうし、もうはっきりと決めていたんですよ。文大統領は習総書記を招待すると言ってくれたんですよ。間違いないんですね。な、この状態では招待できるのかまたするのかと疑問に思いますね。あの、やめてほしいと私も思いますが、文大統領は もう難しいと思います。今の状態ですと、確かに今年は1月2月は行ってしまいました。そして接待しますと言ってしまいました。でも、今の状態ですと、バイデン大統領は中国に対して牽制するとも言っていますし、これどうなんかなと思います。まだあるのが、州総書記は今海外の訪問、本当にしたいんです。なぜなら、みんな自分に向けて、 攻撃しようと、対抗しようとなってきているのは見え見えですので、やはりこの輪ですね、突破しないといけませんので、やはりもうずっと外国ではこのような行ったり来たりしていますので、菅総理もそうですし、バイデンもこれからもそうですし、みんな訪問行ったり来たりしますので、州総書記だけどこにも行か、行けないですね。 あた、まあ、多分ですが、第三世界の国でいいんですが、でも、あまり自慢できないんですね。意味ないんですね。やはり先進国に行きたいんです。習総書記が一番行きたいのは日本なんですよ。韓国ではないんです。韓国は以前、 来てほしいと招待しましたが、習総書記は当時ですが、まだ自分は偉かったでしょうし、そこまで外国はですが、中国に対してそこまで、えー、まあ敵というか、そこまで対抗する姿勢はなかったんですね。習総書記は韓国のことを無視したんです。でも今回は行きたいと言っています。一番行きたいのは日本なんです。 でも日本は今の状態ですが、もう拒否しているとは言わないんですが、進まない状態ではあります。これについては注目したいと思います。まあ、ないとは思いますけれども、アメリカも許してくれないと思います。韓国は非常に難しいと思います。自分は、 うん、先進国ではありますので、ただしやっている行為というのは、例えば日本の企業に対して、自分の韓国の国内内の企業の財産を募集するとか言いますし、これは中国とそんなに変わらないんですね。やっている行為、昨日の動画で少しだけ触れましたけれども、どうかなと思います。それは日本の方にとってはやはり気づいていると思います。なかなか修復は厳しいでしょうと思います。そして、 製造業と言いながら、サムソンもそうですし、製造業と言いながら、実は日本の原材料を頼っています。日本の協力がないと、自分は製造業できないという意味ですが、これもどうかなと思います。そして、まだ製造業にしても、経済の発展にしても、自分の商品にしても、とても中国を依頼しています。そうすると、これは韓国を真ん中に行って非常に難しいんですね。 中国に牽制されるし、日本にも牽制されるし、でも日本に対してまだ変な行動をします。中国のように同じような行動をやっています。これは本当にどうかなと思いますが、中国日本は実に強いんですよ。どこにも牽制されることは実にないんです。ないんですよもしあの中国の企業、中国の政府は 外国の企業を制裁するとか言いますが、日本の企業に対して制裁したことがないんです。中国は一番わかっています。日本の設備、機械とか、頼っています。これが今の現状です。ただ、日本の政府はこれを利用うまく利用していないというふうに思います。でも、これは日本という国は政治は政治、企業は企業というのがありますので、 これも難しい、いいところでもありますが、なかなか同じ行動、同じ協力っていうか、その価値観の統一っていうのがなかなかできないかなと思いますが、えただし、これから、えー、G7 サミットですが、いろんな話題出てきていますので、えー、次の動画で話をしたいと思います。ここの2、3日でですが、たた、くさん中国ではううういいう業とか、えー、そういった さらい話はかなり多いんですね。例えば、大学で教授先生はまた犯罪者に、助教授先生が犯罪者になったりとか、そういう話が多くて、で非常に社会的なニュースが多いんですが、私は非常に、えー、辛くなってきています。 で、この中では、やはり中年の、えー、の失業問題、出てきていますので、で、実際的に私も非常に、うん、恐怖っていうのも,もありますし、で、自分も、いつかはそうなるで、ではないかというふうに思います。で、皆様は多分ですが、この中では、えー、仕事を選ぶから、 だと思われるで,しょうしで、それから、選ばないと選ば、仕事を選ばなければ、どんな仕事でもあるでしょうかと思われるかもしれませんが、で私は少しだけ言い訳ではないんですが、説明をさせていただきたいと思いますが、これは先進国、あるいは日本の方が思っていいと思います。で、当時、私も日本でバイトをしていて、で、アルバイトをしながら、また次のバイトを探していくというのは可能です。 で、実際的に私はしませんでしたが、する、あの、同級生はいました。ただし、中央の場合はこれができないんです。一回そこに入ってしまうっていう言い方ですが、入ってしまうと、996の体制で働かされます。働くようになりますが、例えば、朝の9時から夜の9時まで。で、それが、働いて、で、週6日間勤務とか。 なってきますがそこで自分の時間を作ってまだ就職活動をする面接も行くってなってくると非常に不可能なんですねなのでこのような事情というのがありますね、うん、非常に日本の事情はまだ違いますねで日本の 経済は必ず回復すす。ると思いますなぜなら日本の経済の基礎っていうのはあの問題ありませんので,で特に今回は金融危機とか経済的な危機が不景気になったわけではないんですみんな消費する力を持っていますそしてみんな旅行とか観光しようと,し,ようとしていますただし 買いい物う力を持っています。ただし、まだそこまでの時期とか、まだそこまでオープンされていないという意味ではあります。例えば、今のアメリカ、EU、イギリスもそうですが、みんな経済は、特にアメリカですが、少しずつ良くなってきています。不動産の価値も値段も赤くなってきています。出業率も5%以下だったと私は思います。忘れましたが。 で、それが少しずつ改善されているのが証拠です。そしてアメリカでは転職する人が多くなってきている。ので、転職をする人が多くなってきているというのは仕事を選ぶ選択肢が多いからなんです。なので、日本も必ず良くなってくるのは間違いないんです。もし、今の現在ですが、失業されている方、あるいは、あのー、被害を受けている方ですが、 え、影響を受けた方、受けれる方でいるでしょう、いらっしゃるでしょうが、で、必ず自信を持ってほしいと思います。必ず良くなっていきます。当時、私は、えー、プライベートメンバーの限定の動画で行ったことありますが、で、私は日本でバイト、アルバイトをして、マコドナルトを食べることができました。えー、そして、日本には確かにフォロー者の方はいらっしゃいます。その方たちは、自分の選択で、 プロ者になぜなら、私は当時、灰皿ですら言えなかったんです。それでもアルバイトはできました。それでも生活はできていました。なので、きっと良くなると私は思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。